それでは最後の講演に移りたいと思います。えっと最後の講演は東京大学の井上正幸先生です。井上先生、どうぞお願いします。はい、あご紹介ありがとうございます。はい、あのこんばんはあの東京大学の井上です、えー。どうぞよろしくお願いいたします。えっとまず最初にあのこのような機会を与えてくださって、えー、山口先生と関係者の皆様方に厚く御礼申し上げます。 視聴者として非常に楽しく聞かせていただいておりました。天然物全合成化学者の個性というか、まあ、研究の方向性が一番出るのは、どういうふうな基盤となる分子を選ぶかということだと思うんですよねで。僕らは一般的な医薬品が分子量500以下だとしたら、まあ、それよりもかなり大きくて、かなり構造的に複雑なものを 標的の分子として選んでいます。で、ここにはその例が書いてあります。これらはテルペン系のものですし、下に書いてあるものはペプチド系のものです。で、こういうタイプの天然物はまあ、非常にたくさん官能基があって、まあ、その官能基一つ一つにまあ、小栗先生おっしゃるようにおそらく意味があって、創薬のまあ、応用としては非常に有望だと思うんです。けれども、ただまあ、取れる量が少なく機能は？ まあ大体の場合、未知です。ですので、我々はこういうものを手にすることによって、機能を解明するところまでいきたいというふうに思っています。ただ、合成自体に非常な挑戦があるので、今日はえっはゴリゴリの全合成をというお題でしたので、まあ、そこをお話しさせていただきますで。僕らがやっている研究のほとんど、す、ま、べ、あ、ての チームメンバーは巨大で複雑な構造を持つ天然物の全合成をしていますで。その天然物を全合成するだけじゃなくて、その誘導体をたくさんできるような方法を開発したり、例えばペプチドを何千種類も作って、非常に機能がいいものだったり、機能が違うものだったりを手に入れたりとか、その特別な機能を持つ天然物の機能評価。 だったり、活性発言機構の解明も研究室の中でやっています。ただ、今日は一番目のお話をさせていただきます。でご興味がある方は、ここに書いてある論文を見ていただければ、代表的な研究、我々がやっているこの分野の研究がお分かりいただけるかと思いますし、えっと、ウェブページに行っていただければ、かなり詳しい情報出てますので、ご覧ください。で、えっと、 まあどんな分子を合成するにしても、あらゆる分子の合成には合成の計画が必要で、まあ、そのためには逆合成をする必要があります。で有機化学として出てくる逆合成のパターンというのは、まあ、ほとんど主に3パターンです。不均等解列で、ここに書いてあるようなプラスとマイナスの浸透を導き出す。均等解列で2つのラジカルを導き出す。 共同的変換でここに書いてあるような次元とオレフィンを導き出す、まあ、そういうことです合成の方向で考えるとこっちのこの反応は極性反応2番目の反応はラジカル反応3番目の反応はペリ感情反応ということになりますで上の極性反応あるいはペリ感情反応っていうのは全合成に非常によく使われていましたしかしそのラジカル を前後性に組み込む特に収束的な戦略として組み込むということはなかなか行われていませんでした。1つには、ラジカルの反応性の制御の困難さが、えー、挙げられます。ただ、逆に言えば、反応性をうまくコントロールできれば、非常に結合の形成が難しいものが形成できるのではないかと我々考えて、 研究を行ってきました。で、ここにラジカル反応を利用して、全合成した化合物たちがリストしてあります。で、我々、こういう非常にたくさんの酸素管の液を持っていて、炭素管だったり、ここに示すような炭素のチェーンだったりに、多くの極性管の域を持っているようなもの。 を全合成ししてきましたでその中でも今回は、えー、と3つの天然物のお話をしたいと思いますで、えーと。とにかくラジカル反応を収束的戦略に使いたい。収束的戦略を最も効率的に、最も簡単にやろうとしたら、分子の中央で分子切断するのが一番いい、えー、シントンの導き方になります。 なので、えー、ここに3つのターゲット書いてありますけれども、ワンヒドロキシタキシニンというものを、ここからここで切ると、ここに示すようなラジカルのシントンが導き出せます。アシミシンのここで切ると、ここにあるような2つのラジカルの化学種、まあ、シントンが導き出せます。引き字まいシンを、この部分で炭素炭素結合を逆合成切断すると、ここにあるようなラジカルがシントンで出てきます。 なので、こういうラジカルを使って全合成を単純に簡単にやりたいという非常にシンプルなアイディアです。ただ、これすべて酸素還元器をたくさん持っている化合物なので、すべて酸素関納器 α にアルコキシがあるラジカルです。こういうラジカルを、なるべく関能器が背負った状態でラジカルを出したい。 そうしないと、まあ、収束的合成としては効率的にならない。まあ、そういうことになります。でアルファアルコキシラジカルの出し方としては、まあ、すごくたくさんの方法があります。すごくたくさんの優れた、いろいろなことに使える方法があります。例えば、スルフォンをここの部分ですね、1電子還元します。そうすると、アルコキシラジカル出ます。あるいは、この X がヨースだったり、ブロミンだったり、セレンだったり、テロラ。 だったりするものを X アセタールを使ってここから弱い結合を切ってラジカルを出すまあ、こういうこともできますもう少し現代的なバージョンだとカルボン酸だったりここに N プタロイルが付いているものだったりに対してフォトキャタリスト等々を使ってレドックスプロセスを経てこういうオキシルラジカルからの脱炭酸を使って同じものを出せます こういうふうにたくさんのラジカルを出す方法があるんですね。ただ、複雑な構造を持つものに対してラジカルを出そうとすると、まあ、その構造自体が持つのか、立体障害が高い結合を作ろうとすると、その反応が起こる前に副反応が起きるんじゃないかと、そういう不安が出てきます。例えば、えー、と一電子還元型のものでは、このラジカルが 反応系内で1電子還元すると、されると、マイナスが出て、このマイナスは容易に OR- アルコキシドを脱離させて、ここに書いてあるようなビニールエーテルになります。あるいは、この OX サセタルはそもそも不安定で、O からの電子の押し込みで X が脱離して、オキソニム活用になるかもしれない。あるいは、レドックス条件では、せっかくできたラジカルがさらに酸化されて、 またオキソカルベニウム活用になるかもしれない。まあそういうようなことがフラスコ内で起きるという器具があります。でそこで我々が使っているのはアルファアルコキシアシルテルイドという、えー、ラジカル全区体です。これどういうものかと言いますと、まあそもそもここアセタールじゃないので、科学的には結構安定です。でシーテルルボンドっていうのは、 要素よりもセレンよりも弱い結合で切れやすいです。でこれに対して、トリエチルコナンと酸素を作用させます。そうすると、エチルドットが出てきます。エチルドットは、テルロ原子に付加して、アシルドットが出てきます。でこのアシルドットから、二酸化炭素の脱離じゃなくて、一酸化炭素の脱離が起きると、アルファアルコキシラジカルになります。 で、その CO の脱離っていうのは、この酸素があることによって加速されます。まあ、一般的に CO の脱離っていうのは CO2 の脱離よりも遅いんですけど、酸素があることによって脱離させることができます。で、ラジカル反応の一つの特徴は、このラジカルが出ても、この OR はオキシールラジカルとしては脱離しません。これが、えっ、ー、と、観能機が たくさんついててもラジカル反応が有効な一つの理由です。なぜなら、オキシルラジカルっていうのは、炭素ラジカルよりも化学的に不安定なので、このプロセスは起きません。でその代わりに、このラジカルは、えーと、嗅覚的な性質を持っているので、急電子的なオレフィンに付加します、ここですね。で、そこから、えー、とラジカル種ができて、今度はトリエチルボランがそのラジカル種をトラップして、 ここにあるようなボロン・エノ・ラートができます。で、ボロン・エノ・ラートが加水分解されると、ここに書いてあるように新しい CC 結合ができると、そういうようなカップリングができます。で、この反応の一番の特徴は、これ、レドックスもリダクションもオキシデーションも関わらない、光も関わらない、ラジカルの交換反応なんですね、ほとんどの場合。 トリエチルボランだけ酸化されますけど、まずエチルドットが出て、それがアシルドットになって、アルファアルコキシドットになって、結局エチルドットになって元に戻る。でその時に、トリエチルボランはラジカルの開始剤として作用して、ここではラジカルの補足剤として作用します。トリエチルボランは2つの役割を担っています。 でこういう性質があることによって、まあ、かなりマイルドな条件で、まあ、いろんな反応が行えます。で一つの目の例は、まあ、この化合物の伝後性の話ですで。これは今日も谷川先生の話のところでも出てきたタキソールの、まあ、少し酸化度が低いバージョンの化合物、ワンヒドルキシタキシニンといいます。 でえー、とこれ自体細胞毒性を持っているんですけれども、全、まあ、合成は岸先生によって37段階で達成されました。でタキソイルの合成は素晴らしい合成が、まあ、すごくたくさんあって、まあ、11例ですねで。最後に出てくるこのバランって書いてあるのは、今日のモデレーターの神田さんが得られた、えー、とタキソイルの一番新しい合成です。で我々はそういう まあいろんな歴史がある中で、全く違う構成戦略を立てようと思って、まあ、特に分子の真ん中で切って、なるべく酸素還元機を背負った2つのフラグメント、A 管部分、C 管部分を連結して、収束的にこの骨格を構成しようというふうに考えました。で、この A 管部分っていうのは、 結構簡単にこのジメチル・チクロヘキサジオンから合成できます。これはエナンチュピオピュアな化合物ですで。これとこれをくっつけた後に8因間を形成すると。で、その2つのラジカル反応を使うと、まあ、そういうような計画を立てました。で、実際にどういう反応が起きるかっていう、まあ、例なんですけれどもね、これ、付加反応で。 トリエチルボランと酸素からエチルドットが出ます。で、アシルドットが出ます。で、アルファアルコキシドットが出ます。で、ここにわざわざこうアセトニードで保護してあることによって、この R の部分と逆側の面から、この電子不足なオレフィンに負荷が進行します。で、トリエチルボランがトラップすると、ここに書いてあるようなエノラートができます。で、このエノラートを ワン、えー、ポットで DDQ で参加すると、えー、ここにオレフィンが作りつけられます。ですのでこれは形式的な SP3、SP2 のカップリングと、まあ、いうことになりますで。今日谷野先生がニトリルのお話をされていましたけれども僕らもここにニトリルを1個つけておくことでこのオレフィンの反応性を上げて ここに示したような結構立体障害が高い結合を分子間反応で構築するという挑戦的な反応を実現しています。で、ここから3段階を経て、ここに4級炭素を作り、この部分をオレフィンにし、2つのカルボニルをむき出しにしますで。低原子化チタンを使った えー、ピナコールカップリングですね、これは向山先生の条件だと思います。で、ラジカルをここに発生させて、まあ、こことここで結合を作ります。でこれによって、たきさん骨格の鉢っというのは非常に歪んでいることが知られているんですけれども、2つの立体化学を導入して、ン、まあ、管上の立体化学がすべて揃っている化合物を作ることができました。 で、アセチル化すると、ここに書いてある化合物になります。で、11段階の変換を経て、A 肝にケトンを作り付け、C 管をこの平1ヒドロキシタキシニンの形に合わせて、まあ、全体としては26工程で全合成することができました。まあ、この効率的な全合成には、2つのラジカル反応が強力に役に立っているということが、 お分かりいただけるかと思います。ここの結合とここの結合をラジカル反応で作りました。で、同じものを何パターンかの違うケミストリーに使うことができます。で、ここに書いてあるのはラジカル二量化ですね。同じものを使います。で、ここに書いてあるようなアルファアルコキシラジカル出ます。で、これが えっと、ラジカルの受容体が存在しないと二量化します。で二量化するとこういうものができますで。二量化のいいところは、まあ、分子量がまあいきなり2倍になり、関能期もいきなり2倍になり、まあ、立体化学も2倍になる、まあそういうまあかなりお得なえと反応なんですね。で、実際問題、ラジカルを ラジカルとラジカルをカップリングさせるというのは、実はそんなには簡単じゃないんです。ただ、この条件だとできます。で、起きることは単純ですね。またエチルドットからアシルドットになって、あるファルコキシドットになります。ただ、この単純なスキームの中でも、例えばこのラジカルとアシルラジカルがカップリングしたら別の化合物できますし、このラジカルとエチルラジカルがカップリングしたらまた別の化合物できます。 しかし、えっと、この条件下では CO の脱離は非常に早いので、この加工物の濃度は、この中間体の濃度は低いです。で、エチルドットっていうのは第1級ラジカルなので結構不安定で、これは系内ですぐ失われていきます。なので、最も濃度が高いラジカルがお互いを見つければ二量化すると、まあ、そういうようなデザインになっています。 でにしても、2つの立体化学を同時に導入するので、3つの立体異性体、ジアステローマーが1対2対1でできることになります、統計学的にはですね。ただ、この統計学的なミクシャをなんとかするために、気質を設計します。気質を設計するときに、保護器を含めた形を設計します。 ここでは、アシミシンの全合成のカップリングをお見せしています。ここに書いてある化合物は、グロースから5段階で簡単に合成できます。先ほどと同じ条件を使うと、ここに書いてあるようなラジカルが出ます。で、ここに、えっ、ー、と、シスに作り付けられている五因管が存在します。ここにアセトニードがあります。 この5 5のシステムによって、上面はコンケーブになって、下面がコンベックスになります。で、コンケーブコンベックスをはっきりつけておくことによって、ここに書いてあるコンベックスコンベックスから反応した SS ダイマーっていうのが選択的にできてきます。ただ SR ダイマーっていうのも同じぐらいできてきます。でも、コンケーブコンケーブでできるはずの RR ダイマーは全然できないです。 SS ダイマーが、えー、とコンベックス、コンベックスで反応するので、まあ、選択的にできます。で、こういうふうに、これ10連続不正中心を持っているんですけれども、こういうものが1段階で構成できます。で、この、えー、うちの6個の立体化学っていうのは、そのアシミシンっていう細胞毒性が非常に強い化合物の6個の立体化学に、 対応してますですので、この段階でほとんどの合成が、ほとんどの立体化学導入は終わっているということになります。で、この化合物は C2 対象なので、別々の炭素差を作りつけることによって非対象化して、ラジカルラジカルカップリングの立体化学導入に使ったこの部分の酸素観能器を 除去し、その頭カップニングで左のフラノンを作りつけ、不飽和結合を還元し、脱保護してアシミシンという、えー、プロセスで、ラジカルの二用化を使うことで、まあ、17段階、非常に、まあ、工程数少なく、まあ、簡単に、えー、割とシンプルな、えー、戦略を使うことで、ア、ま、シ、あ、ミシンを全合成することができました。 でこれが、えっと、今日の最後の、えー、ターゲットの化合物の引き字まいしんという化合物なんですけれども非常に複雑な構造をしていますで、えっと。ここに書いてあるような比較的抗生物質的な活性を持っています。でこの化合物の全合成は、えー、シュライバーが1990年にしていて27段階かかっていますで。これ素晴らしい合成です。でえっとまあ、こういうい 一番難しい、合成的に一番難しい部分はこのヒコサミンっていう部分なんですよね。この部分は重個、えー、する連続する不正中心をここからここまで持ってますで。これに対してヒコサミンっていう糖がここにくっついてて、シトシンがここにくっついてると、そういう構造をしています。でヒコサミンの合成は、まあ、何人かの。 先生方によってなされています。一般的にこういうタイプの酸化された炭素差を構成するためには、炭素差を伸長して酸化して、炭素差を伸長して酸化してと、そういうふうなリニアな戦略が取られることが普通でした。で僕らはこれをコンバージェントにしたいで。コンバージェントにするためにどうすればいいかというと、 ラジカルラジカルカップリングを使えばいいんじゃないかと思ったのが、第一世代の合成計画です。このヒコサミンティ部分の保護体がここに書いてある AB っていうものです。分子の中央で逆合成切断すると、ここに書いてあるようなラジカル全球体アシルテルリド A、ラジカル全球体アシルテルリド B ができます。で、それぞれの化合物は D ガラクトース、 あるいは D マンノースの誘導体として合成することができますで。これらをラジカルラジカルカップリングすればいいと思ったんです。ただ、2両化と違って、これ合成的にはかなり複雑なことになります。これは実際あったのこれですね。A っていうものからも、B っていうものからも、ここに示したようなトリエチルボラン酸素の条件ではラジカルが生じます。 この場合は A を2等量使っています。で、気質の設計としては、保護器を調整することで、立体選択性はなるべく出るように予想して、アセトニドでここを保護して、ここは N フタロイルで保護しています。出るラジカルとしては、こ,ここにラジカルが出て、ここにラジカルが出て、R の逆側から、あるいは N フタロイルの逆側から反応すると、 欲しいもの SS ができますでこの SS、実際どれぐらいできたかっていうと17、17%ですで。これ低いと思うかもしれませんけれども、これラジカルがランダムに出てる反応で、AA っていうダイマーもできれば、BB っていうダイマーもできて、そもそも2つの立体化学を導入しているので、あと3つのジアステローマっていうのが生じます。ただ、欲しいものが選択的に、 正確にな比率をここに書いてありますけど、欲しいものを選択的に構築することができます。ですので、収束的合成としては、かなり究極的な効率性を持ったものではないかと思われます。で、この立体化学を決める、の構造決定すること自体は結構難しいので、これを天然物から誘導されていたメチルパーアセチルヒコサミドというのに誘導を。 して天然物のものと誘導されたものと比べて、あちゃんとここら辺の立体化がちゃんとしてましたということを、えー、確認しています。でこの合成はその収束的合成法としては非常にいいんです。ただ、引き締まい進を合成するためには問題があります。残りました。1つは引き締まい進を合成するためには、 1>, 1位、ここですね。ここにシトシンを導入しなくちゃいけないんですけれども、メトキシっていうのは、N グリコシル化するのに、いかにも脱離能が低そう。で、今度は6位っていうのだけに、このカノサミンっていうのをくっつけなくちゃいけないんですけど、アセトニトの保護器を全部外しちゃったら、6位だけにカノサミンを作りつけるのは不可能。 要するに、6位が区別されていて、1位がより活性化されたものを作らない限り、引き締まい芯にはたどり着けないということになります。そこで、えっと、新しく計画したのはこれですね。引き締まい芯を、こういう中間体を設計します。ここ、ヒコサミです。で、この部分のだけフリー。で、かつ1位はメトキシよりも脱力がいいアセトキシにするということになります。 でこういう二級アルコールは、おそらくラジカルをアルデヒドに付加すればできるんじゃないかというふうに思われました。で、これは D ガラフト水誘導体ですし、これは D マンの誘導体です。ただですね、アルデヒドに対するラジカルの付加っていうのは、ほとんど全合成では使われたことがない反応です。なんでかっていうと、 最初の方に申し上げたように、炭素ラジカルとオキシルラジカルを比べると、オキシルラジカルの方が不安定なことが多いんです。なので、この逆反応が優先して、元の炭素ラジカルに戻りますで。我々はトリエチルボランがラジカルを出せるだけじゃなくて、トラップできることを利用すれば、この不安定なオキシルラジカルをトラップできるというふうに考え、 それを実現しました、えーと。具体的には同じラジカルが出て、今までの付加反応ではブロモ、ボロンエノラートだったわけですけど、えー、カルボニルに対してオキシルラジカルが出て、それがトリエチルボロンがトラップしてエチルドットを出す。こういう安定な極性中間体にすることで2級アルコールを作ると、そういう方法です。で実際にそれができます。 こう、ラジカルを出して、このラジカルの安定な配座というのはこれになります。で、このラジカルがここに孵化します。まあ、そのときに N フタロイルっていうのがあることによって、下面から反応します。また、こちらは、このアセトニドがあることによって、この外側から反応します。これによって、2つの立体化学をコントロールすることができます。 こっちに関してはパーフェクトで、こっちに関しては2.2対1で。これで6位が区別されたものができます。でえー、っと6位にベンジルを3でかけて、アセトニドを外した後に、アセチル基で保護すると、ここに示したような化合物になります。で1位の活性化されたアセトキシンに対してシトシンを導入します。 でそのときに、このベンゾイルがあるおかげで、隣接機関用を使って、この1の α の立体化学をコントロールします。まあ、ここでも保護器が役に立っています。DDQ でベンジルを外して OH にした後に、これに対してシュミットのグリコシル化をします。でそうするとここにもベンゾイルがあって、この隣、えー、接機関用がなるべく効くように。 えーと反応させると、えー、ベータのものができます。これで保護された引き締マイシンが完成です。で、ここまでの保護器の戦略っていうのは、実は、まあえー、アセチル、アシル機でほとんどの観能基を保護するようにしています。ですので、最後の脱保護は、えー、ワンステップで行うことができます。アシル器をすべてここにある条件で除去して、 で最後に残ったアジドをリンドラーキャタリストで還元して、ここに示したようなものにすると。これで17段階で引き締まイシンが全合成できましたで。これもラジカル反応の強さが、えー、よく、えー、見えるんじゃないかというふうに思われますで。これがまとめスライドなんですけれども、今日お話ししたかったのは、複雑な構造を持つものに対して、まあ、収束的な合成を計画したい。まあ、その時にラジカル反応っていうのが 極めて有効に働く非常に立体障害が高い結合が分子間反応で形成することができますし、えー、極性感能器に対してコンパチビリティが高いというのがま特徴ですで。こういうものをまよりうまく使って、まあ、さらに複雑なさらに多様な化合物全天然物を構成したいと思っています。 で今日お話ししたすべ、えー、ての研究は、えー、もちろん共同研究者の努力の賜物です。えー、とこの場を借りて御礼申し上げます。えー、と今日のお話はワン・ヒドロキ・シタキシニ、アシ・ミシン、引きジ・マイシンでしたけれども、えーと、長友チームのお話をさせていただきました。まあ、集合写真とこういうふうになりがちだと思うんですけど、引キジ・マイシンは福田君、ワン・ヒドロキ・シタキシニは今村君で、その他のチームメンバーは 今状況になってもらってます、藤ュのジ君ですね。あとは卒業生の吉岡君、山口君、河く君にお世話になりました。えー、彼らのアイディアと努力に感謝をして、私のお話を終わらさせていただきます、えーと。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。井上先生、ありがとうございました。ヘトロ原子の方が酸素より多いんじゃないか絶望的に難しそうな分子を非常に。 巧みに制御して合成されて美しい合成だと思いました。ありがとうございます。それでは早速質問の方に移りたいと思います。えっとマさんからお願いします。はい、非常に面白い話とあのラジカルについてのあの非常にわかりやすい解説も踏まえていただいてあのありがとうございました。えっと質問が来てるんですけども。 えっと、ラジカルのホモカップリングを起きる系で、そのホモカップリングを何か抑制するための、えっと、工夫や手段などがあるかという点と、あとあのまたテクニカルな話なんですけれども、そのトリエチルボランを加える時のえ加え方だったり、その酸素濃度とかっていうのはちょっと気にしていることはあるかという質問が来ています。えっとですね、ホモカップリングはなかなかか いいかないことが多いですホモカップリングがいきやすい基質っていうのは非常にラジカルが安定化されたものですね。で、そのラジカルの濃度が上がったときにホモカップリングっていうのは起きやすくなります。で、一般的にはラジカルの受容体が存在していれば、負荷の方が、えー、と優先します。なので、ホモカップリングが起きるときはそのラジカルが安定すぎるっていうことだと思うので、受容体の方をまあかなり強いものにするということが重要かなと思います。 で、トリエチルボランのオキシジェンの反応は、これが一番難しいカップリングじゃないかと思うんですが、非常に酸素濃度も注意してますし、トリエチルボランはもともと入っているケースが多いです。酸素がトリエチルボランの、えっと、エチルドット発生をスタートするので、酸素の方はむしろ気にしていることが多いですね。これは、えっと、シリンジでインジェクトしたりとか、量を調整したりとか、まあ、そういうことをして、 反応速度はコントロールしています。酸素をシリンジでインジェクトするんですか。はい。おお、なるほど。はい。面白いですね。非常に、はい、詳しくありがとうございます。うん、はい。ありがとうございました。じゃ続いて溝口さんお願いします。はい。えっ、ー、と非常に美しい合成のお話、興味深く聞かせていただきました。 と今回のお話で、そのラジカルの観能機共用性ということで、ベータイの酸素、窒素が持つという話で、イントロダクションあったかと思うんですけども、そのこちらの K とかですと、そのむしろ酸素、窒素の結合の軌道が関与しているというような見方もできると思うんですけども、その酸素の場合も含めて、そこのヘテロ元素が反応性とか選択性に積極的に関与しているのでしょうかという質問をお願いいたします。うんえっと ちょっと僕の説明が足りなかったんだと思うんですけど、えーと、まさしくご質問していただいているその通りなんです。実は、ここに書いてあるように、ラジカルは安定化するために、廃座が実はこう特殊な廃座になっていて、これ、ロンペアとラジカルが平行な状態になっていて、この CN 結合のシグマスターも平行な状態になっています。要するにこっちの 非共有電子対いえラジカルに電子を与えて、かつ、こっちのシグマスターに、さらにこっちに電子をディローカライズするようになっていますで。こういうのを、クワシアノメリックエフェクトっていうんですけれども、こういうアライメントになることで、ラジカルっていうのは安定化します。ですので、β にヘテロ原子があることによって、割とラジカルの安定化が起きます。でかつ、この形をうまく使うことで、立体制御のコントロールもできます。 でよろしいでしょうかね。はい。ありがとうございます。大変よくわかりました。ありがとうございました。じゃあ最後の質問、えっと国国井さんお願いします。はい。えー、最後の質問なんですけれども、えっ、ー、と広い話にはなってしまうんですけれども、えー、井上先生がこのラジカルによってこういった、えー、不正中心であったり還能基がたくさん入った複雑分複雑な分子同士をカップリングするという、えー、方向性を取られたようなきっかけと言いますか。 そういう反応であったり、えー、出来事のような経験的なところをもしあれば教えていただけますかそれだけであと1時間ぐらい話せますっと一番のきっかけはこのリアノジンのこの結合を作るっていうのがすごくうまくいかなかったんですねでこれ結局ラジカル反応で作ることになったんですけれども <laughs> まあここがケトンだとしたらもうヒドリドで,しかですら反応しないみたいな立体障害が高い位置でただアルファアル,アルコキシラジカルを出したらきれいに4時間炭素ができたんですでこれは強い反応だっていうことになりさまざ、あ、まなものに使うようになりましたなので最初は本当にこの化合物のリアノジンリアノドールをどういうふうに合成しようかっていうところから出てきた 戦略を広げていってこういうふうになったということですあなるほどはい、大変短く分かりやすく、はい、ありがとうございましたはいありがとうございました